ピクニックは、1955年に制作、公開されたアメリカ映画。1953年に、ブロードウェイで初演され、ロングランを続け、ピュリッツァー賞を受賞したウィリアム・インジの儀曲、ピクニックの映画化。舞台演出もしたジョシュア・ローガンが監督、ウィリアム・ホールデンとキム・ノバクが主演した。テクニカラー、シネマスコープ作品として撮影されている。9月の第1月曜日。 労働祭休日の朝、春という若者が、カンザスの小さな町で貨車から降りる。無一文だが、ようやく線路沿いにあるポッツ家の庭仕事で朝飯に、ありつく。上半身裸で仕事をする姿が、庭続きの応援助から見える。離婚したフロープ人、姉娘マジ、妹娘ミリー、同居人のローズマリーの4人暮らしだ。春は、 大学時代の友人アランを頼って街に来たところ穀物倉庫を手広く経営するアランは歓迎してくれる夏の最後の一夜を楽しむために街中総出でピクニックに出かける習慣があるマッチはアランとローズマリーはハワードと春もアランから自動車を借りてミリーと参加する禁酒のカンザス州なのにハワードがウィスキーを忍ばせてくる教師のローズマリーは ウィスキーのおかげで陽気になり、ダンスを始めるが、ミリーは踊り方を知らない。見かねた春が踊ってみせる。近づいてきた春とマッジの踊りに、周囲の人たちもため息を漏らす。ローズマリーが春に絡み出した頃、ミリーが悪酔いをして大騒ぎ。すべてが春の仕業とされる。そんな春をマッチが慰める。ひねくれ気味の春に、マッチの体が押しかかり、二人の唇が合わされる。 マッチを取られた払いンに、アランがハルを自動車泥棒だと訴え、街を追い出される。ハルは街を出る前に、マッチの元を訪れ、街を出て結婚しようと伝えたの地下車に飛び乗る。フロー夫人は若い間だけの感情に身を委ねる、愚かさを強くいさめるが、マッチは聞き入れず、ハルを追いかけるバスに乗って、街を出て行く。 キネマジュンポベスト1085回前市1924から2011129ページ。ウィリアム・インジはアメリカの劇作家。この作品で一流の劇作家の一人とみなされるようになった。他に愛詞の芝居を帰れがあり、映画になった舞台作品にバスケ・リュージョ、草原の輝きなどがある。原作となった曲では、フロー夫人は女が美しいのは、 数年だけ、まだ19、来年は20、次は21、すぐに40よと、積極的に、マッチを後押しする。フローオーウェンズ、If she loses her chance when she's young, she might as well throw all her prettiness away, マジオーウェンズ、I am only 19, フローオーウェンズ、&NEXT SUMMER YOULL B 20, &ZEN 21, &ZEN 40, マッチオーウェンズ、 You don't have to be m o r b i d 上記の1回目と同じ吹き替え音源での放映なのかは不明。ありがとうございます。